こんにちは、ララです。今回もシムズ4やっていきたいと思います。昨日はね、すごいんですよ。見てください、じゃーん庭にたくさんの植物を植えました。ちょっと植えすぎじゃないかっていう心配はあるんですけど、大丈夫なんです。だってね、庭師がいるから。庭師が多分手入れしてくれるので、ぐんぐん育つんじゃないかなと思っております。楽しみですね。今日は庭師月曜日なので来てくれますんで、庭師に頑張ってもらいましょう。あ、なんかやばい、枯れてきてる、枯れてきてるよ。大丈夫かな。おはよう、リリーちゃん。ピーナッツバターとジャムのサンドイッチを食べる。あ、よかった。今日は冷蔵庫ですね、使ってくれてます。なんかね、最近このカバンを購入したんですけど、このカバンの中に軽食とか飲み物とかがあって、それをね、リリーちゃんはね、もう楽を覚えてしまったんか、こればっかり使うもんでね、悲しかったんです。今日も変わってないね、この冷蔵庫から開けただけだもん。一緒だよ。まあいいけどさ、たまには料理もしてよ。料理してる姿可愛いんだから。え、やばい、郵便物が配達されたって書いてある。これあれでしょ、支払ってくださいってやつでしょ。知ってるわよ、あっち。いらないわそんなの。ほらほら見ろ、区画代、区画税が524、シムオリオン区画税が高いんだ。高いって、まあまあリリーちゃんにはしたらはした金ですけどね。ね、リリーちゃん、臭そうね、臭そうだよこれ。でも今日はメイドさんも来てくれるんで、まあ放置ですね、放置しといて大丈夫。このスマートスピーカーね、前にリリーが座るといつも言ってくれる。リリー、お前いいやつだなって、お前いいねって、かわいい。なんか音楽聴こうかな適当な曲を流して、なんか流れてきましたね。いいね、やってる。ブルックリン、ありがとう。庭師です。ほら、ウィルソン・ブルックリンです。メイドさんもね、ウィルソンですブルックリン囲まれてるよ。すごい、レモンの木に覆われてますね。テントウムシ見つけたんかな喋りかけてる。リリちゃんね、植物に喋りかけることができるんです。すごいね。やばい、ブルックリンが大変そうだわ。あ、メイドさん来てくれましたね。この人、ウィルソン・ジョンです。月曜日いつも汚ねえなこの家って思ってるんでしょうねありがとうね、ジョン。土日の間にゴミ貯めといたからねそうそうそう、そう、ここにもね、グラスを置けたんですよ。めっちゃ面白いここにグラスをリリーちゃんがポコンと置いてきたもんで、びっくりしました。この浴槽の縁みたいなところにね。リリーちゃんの発想は豊かです。ジョン大丈夫、それパンパンだよ、いっぱい積んでるね。気をつけて持ってね。待って、なんかリリーちゃんさ、リリーちゃん臭そうな匂い、リリーちゃん臭そうな匂いしてるよ。お風呂入ってきて、リリーちゃん。なんてこと、ジョンが浴槽磨きに行っちゃったよ。ジョン頑張れ。あ、めっちゃ綺麗になった、すごいピカピカよ。ありがとうジョン、めっちゃ綺麗になった、ありがとうございます。何、誰、あ、これはピザ屋さんじゃないの。今日今からお仕事なのかしら。喋りかけに行ったのにさ、面白られちゃったねマイク臭いんだよって多分思われちゃったよ。リリーちゃんだって緑色の湯気が出てるもん。あ、ジョンありがとうね、またお願いね。え、やばい、メイドの方が早かったんじゃない。まだやってた、まだやってた、ありがとうね。大変ね、今日はいっぱいあったからね。これからもよろしくね、バイバイ。これも収穫できるんじゃない、やば、収穫しよう。ゴミじゃんこれ、いいね、いいよ。よし、収穫した。あ、まだここがありますね。うん、バッチリ。トイレ行きたいって言ってる、行ってきて行ってきて。匂いも放ってるからね、トイレのついでにお風呂にも入ってくるといいよ。行ってらっしゃいませ。ちょっとリリーちゃんがお手洗い行ってる間にポストチェックしていきましょう。あ、昨日ね、そういえばポストチェックで行けてないのが
これだね、マルティネス一家が引っ越してきましたってやつですね。このウィリソン一家が引っ越しましたってやつは、引っ越しましただからどっか行っちゃったんですよ。引っ越してきましただからマルティネスがどっかにいるはず、どっかで住んでるはず。行ってみたいね。大変。請求書後で払いましょうね。最近のご近所の物語をチェック。ウォーカー家のウォーカーマシューがフリーランサーのキャリアでフリーランサーの仕事を始めました。フリーランサー多いのよねえ、キム・デニス。そう思わない？あなた思うでしょ。あなたも奇遇ね。以上ですね。はい。めっちゃうろうろしてる同じ家に住んでる人たちですね。え、コスモティマーだけど今から家に遊びに行っていい？いいよ。どうしたのモティマー、どんな気まぐれですか？全然いいんだけどね。全然いいんだけど面白いね。ベラも呼ぶ？ベラも呼ぼうかな。その辺走ってないかな、ベラ。走ってたらね、呼び寄せることができるんだけど。いないなぁ。いないですね。いた、モティマ。いらっしゃい。あ、リリーちゃんが料理をし始めた。よかった。あれか。物が置いてあったから料理できなかったのかもしれないですね。皿とか、多分そういうのが。うん、そういうことにしておこう。何？モティマ近づいてきた。モティマ近づいてきたよ。なんか言ってる。何そんな怒ってるの？セコラ・クイナーブ・フィフラーザ・ポパニ・プレミス・ポファニ・チノサ・フナイア。え、リリちゃん料理やめちゃったの？あ、また作り始めましたね。何作ってるんですか？ガーリックヌードル。いいね。優しい。モティマーの近くで食べるんだ。優しいのか嫌がらせかちょっとよくわかんないけど。どこ行くの？ん？ハゲブー。ああ、イエス。あれ、三世 J じゃない。遊びに来たの？なんか久しぶりね。そんなことない？ドルフスレブータ。おお、キペプタ。三世 J がそのピアノのところに座るのめっちゃ様になってて、すごい面白い。めっちゃ面白いんだけど。すごいな、謎のメンバーだな。なんかモティマ来た。三世 J ちょいちょいね、ちょいちょいあのカクテル作ってくるんです。あれ？あれ？作ったやつどこ行ったの？なくなっちゃったじゃん。モティマーのことをね、もうちょっと知りましょう。モティマー外交的ですって。外交的なの。へえ。趣味は？趣味なんですか？モティマーバイオリンが好きなんですって。バイオリン。バイオリンのイメージないね。え、モティマーどこ行ったの？嬉しい、ここ使ってくれてるの。あんまりね、活用されてないからすごい嬉しい。ちょっと、ちょっと。ひどい。ひどい、マティマ、こんなとこに置いてくの。ひどいよ。ここで本読み始めたと思ったらすぐやめてさ。ここに本だけ置いて帰っちゃったよ。ひどい。めっちゃ喋ってる。三世 J とめちゃくちゃ仲良しなのでね、話が尽きないですね。よかったね、リリーちゃん。あ、カエル見に行った。どれ見てんの？シマドロガエルが最近のお気に入りですね。お気に入りだ。カプセルがあるのでちょっと開けてみましょう。じゃーん。トレバーベリリー、トレバーベリリーを手に入れました。ここに飾っとこうと。増えた増えた。じゃーん。あ、おじちゃんだ。毛の生えたおじちゃんでした。これ2個いらないな。これ2個いらないよ。あと持ってるのが、食べれるの？ゴミの実食べれるんだって。ちょっと食べてみる、リリーちゃん。
もう一回見せて今の顔。なんかしょんぼりしてたけど大丈夫。まあうん、まあまあって書いてある。まあまあなんだ。よかったリリーちゃん、何でも食べれるねあなた、素晴らしいわ。このなんか化石を取り出しましょう。エイリアンだって。古代牛、海の怪物。あ、ニーナいたの。カリエンテですね。ニーナかわいい。ニーナとも結構仲いいね。ジェイいつの間にか帰ってましたね。知らなかった、ごめん。ほら、見てなかったよ。ごめんね、ジェイ。エイリアンの頭蓋骨。うわ、気持ち悪い。と、古代牛。牛？と、海の怪物。うわ、すごい。何？骨？植物と、エイリアンと、古代牛。海の怪物。え、これ本当に牛？古代牛って書いてあるもんね。合ってる。なんか盛り上がってる。いいね。ちょっと進化させながら。これ、こっぱずかしい環境。汚れ散らかった環境を友人に見せるのは賢い考えではなかったようです。不祥者で悪い環境を友人に見られたため。リリーにもこういう気持ちはあったのね。よかった。いつも全然平気そうな顔してたのにね。ニーナにはちょっと恥ずかしかったのかもしれない。と、肥料撒いていこうかな。このさ、ゴミのみ撒いていこうよ。ゴミのみでもいいのかな、どうだろう。いいね。めっちゃ喋る。いいね、肥料頑張れ。こんな木っぱいあると肥料大変だね。なんかすごい見守られてない？これ大丈夫ですか？喋りすぎ。ニーナめっちゃ喋ってくれてるよ。見えてる？これ見えてますか？レモンの木が邪魔をしているよ。ん？あ、カエル見てる。ニーナ、カエル見てるよ。何これ、ちょっと遠いよ。じわっと寄ったね、じわっ。ニーナに見守られてるじゃん。だるまさんが転んだみたいな動き方してる。ほら、止まる。本当にもう行かなくちゃ。遊んでくれてありがとう。またね。ニーナバイバーイ。ニーナバイバーイ。帰ってった。帰っちゃったね、リリーちゃん。よし、いいね、できた。あとちょっとピカピカしてるのがこの辺かな。いいね。これか？これだ。あ、寝ちゃった。姉ちゃん寝ちゃいましたね。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。毎日こうしてシムの動画を上げておりますので、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃ、またね。